日清のお椀で食べるシリーズはお椀に小さい麺を入れてお湯を注いで食べるタイプの袋麺です。お椀わんお椀わん麺を入れてお湯を注げばお椀わんウィー、おかずにおやつにお夜食におわんわん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  OK みんなにちょうどいいよね。みんなにちょうどいいお椀で食べるシリーズ日清。おわんわんおわんわん麺を入れてお湯を注げばおわんわんウィー、おかずにおやつにお夜食に OK みんなにちょうどいいよね。ね、みんなにちょうどいいお椀で食べるシリーズ。